青塚駅は愛知県津島市、青塚町高畑にある名古屋鉄道津島線の駅である。駅番号は TB04。1980から90年にかけては、準急列車が停車していたが、現在は普通列車のみ停車する。何かが利用できる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームは、津島方面が6両分、名古屋方面が8両分。 かつては、有人駅であったが、駅集中管理システムが導入された、無人駅となった。改札口は上下線ホームで独立して設けられており、改札内には、互いのホームを結ぶ通路がない。清水武岳、名古屋鉄道各駅停車用泉社、2016年、154ページ。ISBN 978から4から800308009。800 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1048ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1072ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、257ページ。 ISBN 978から47億7701万3364。名古屋鉄道、例名、第682号、名古屋鉄道、2005年8月、9ページ。SF カードシステム、トランパス導入路線図名古屋鉄道、2005年6月9日、AB、青塚路線一覧。名古屋鉄道、2021年10月3日閲覧。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書、名古屋鉄道、2021年10月3日閲覧、名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、 2014年160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年651から653ページ。津島の統計津島市。津島の統計11運輸通信。津島の統計津島市。2019年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月10日閲覧。津島の統計11運輸通信。津島市。2021年8月10日閲覧。ありがとうございます。